皆さん、こんにちは。あやぶちゃんです。前回に続き、また辛いものをローソンで買ってきたんで、紹介していきたいと思います。それがこちら。じゃん。汁なし担々麺です。もっちり太麺 130g。しびれる辛さの、濃厚だれ。麺や金店主、山口さんが、多分考えたもんですね。汁なし王道まあ全体的に見るとこんな感じですねいや、これしびれる辛さってさ、いやどういう風な辛さなんだろうなという風にも思いますし、まあ食べてみないとわからないですし、まあ全てが全て同じ辛さではないんでね。まあ早速ですが、お湯入れていきましょう。はい、キッチンのところに入ってますから、早速ですが開けていきましょう。はい、こんな手順がこんな感じになっていますね。まあしなし担々麺に中身に入ってきたのはこちら、液体ソースのみですねあとは特にない。早速ですがお湯入れていきましょう。お湯イン。そして5分後お会いしましょう。経ちました。液体スープも温まってきました。で、それではここ剥がしていきましょう。ではお湯捨てましょう。それでは液体ソースかけていきましょう。うお、めっちゃ辛す。なんかこれ、マジでラー油みたいな。そして混ぜていきましょう。液体がめっちゃすごいから、いやーやばいっすねもうめちゃくちゃやばいレベルだよ。はい、完成しました。これが汁なし担々麺ですね。匂いからめっちゃすごいですね。なんかめちゃくちゃ 辛そうで、しびれるような味が多分するかもしれませんが、まあ早速ですがいただいていきましょう。それではいただきます。ちょっとまず汁から飲んでいきましょう汁はそんなに辛くないですまあ汁と麺はちゃんと一緒に食べましょう。多分麺が辛そうですね。麺と辛いものが混ざって、ぶっといな、なんか最初食べたんですけど、あんまり辛さが感じないですね。しびれるような辛さもまあそれはあと食べてみないとわからないですねまあ最後に感想を言いますんでね。まああとは食べる動画です。
ごちそうさまでした。はい、辛辣した辛麺いかがでしょうか。やっぱりなんかしびれる辛さの濃厚ダレですけど、なんか自分の中ではあんまりしびれない感じがしていて、ちょっと口がヒリヒリするだけなんですが、まあ味的にはすごい濃厚的で、なんかラー油を大量に入れた感じで、まあ、すごく美味しい、まあ辛く美味しく食べれて本当に良かったなっていうふうに思いました。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。